見えてきたわね。あの高いビルが UTX 学院よ。トップスクールアイドルハライツが通うエリート校なんです。スクールアイドルの祭典ラブライブでの優勝経験もあるんですよ。キラ翼、東堂エレナ、結城アンジュの3人組の圧倒的な歌唱力とパフォーマンスは必見ね。学校の中にライブ会場があって、アライズのライブも定期的に行われているんですよ。今日はライブやってないのかな。私も見たいなって思ってたんだけど。ほのか、それでは UTX 学院の学校紹介になってしまいますよ。でも音の木坂とも近いから、もっと交流できたら楽しいよね。確かにお互いにとっていい刺激になりそうよね。それにしても大きなビルやね。トップスクールアイドルが通ってる学校って感じ。ビルが学校って最初はびっくりしたけど、こうして見るとかっこいいな。 IC カード認証による出席方式を採用していたり、設備も最新型なのよ。ここは宇宙ナンバーワンのニコニーが案内してあげる。あ、モニターがついたよ。もしかしたらライブの映像が流れるかも。この大きなモニターにはいろんな映像が流れているんですよ。ほのかが初めてスクールアイドルを見たのも確かここでしたね。あれ、モニターはついてるけど何にも始まらないにゃ。まだ朝早いから今からライブの映像は流れないんじゃないかしら。ほら、行くわよ、ニコちゃん、花よ。アライズのライブ映像なら部室でも見られるでしょ。そうそう、今日は学校見学に来た人を案内するリハーサルなんやし。もう、分かってないわね。同じ地区のスクールアイドルを知ってもらうのも大事でしょう。確かに、アライズを知ってもらうためには UTX 学院のモニターで見るのが一番いいかも。この大きなモニターにバーンって映し出されるアライズはいつ見てもかっこいいもんね。スピーカーから流れる音楽もすっごく迫力あるし、やっぱり映像が綺麗だにゅ。アライズのキレのあるダンスはここで待ってみる価値が十分にありますね。学校案内の本番の時はみんなで立ち止まって見られたらいいよね。あれ、タロットなんて取り出してどうしたの、のぞみ。この画面にアライズの映像が出るか占ってるんよ。運命の輪の正位置。それって運命的ってことよね。つまり